お疲れ様でございます。蓮舫です。この度内閣府特命担当大臣、公務員制度改革担当大臣を拝命いたしました。行政刷新、そして新しい公共、少子化、男女共同参画を合わせて受け持つことになりました。行政刷新はまさに今日の初閣議で野田内閣の基本方針が決定をされましたけれども、行政刷新の取り組みを継続強化するとあります。まさにこの基本方針をしっかりと守って、そして事業仕分けもこれまで3回行ってまいりましたが、税金の効率的な使われ方、あるいは組織制度の在り方も含めて全般的に進化していく仕事をしていきたいと考えております。新しい公共においても、これまでの政府の方針をしっかりと守り、より多くの個人、あるいは団体の方々が公共に参加をしていただけるための環境整備を進めていきたいと考えております。少子化対策は、子ども・子育て新システム、まさに今、構築段階にございますので、しっかりとこれを完成していく、そして男性でも女性でも、育児をしながら仕事をしていける、そういう環境を整えるために努力をしていきたいと考えております。男女共同参画も同じようにワークライフバランス、しっかりと実現していきたいと考えております。公務員制度改革、まさに簡素で効率的な、行政刷新とまさにつながってくるんですけれども、公務員の皆様方が矜持を持って働きやすい環境を整え、その結果、質の高い行政サービスを国民の皆様が受けることができるための改革をしっかりと取り組んでいきたいと考えております。私からは以上です。産経新聞の坂本と申します。参考お願いします。まず1点目なんですが、菅前総理がですね、退陣直前に、朝鮮学校の高校無償化について、審査の再開を指示したことについてどう考えておられるかという点と、2点目は、野田総理がこれまでに永久戦犯の指示については戦争犯罪人ではないという見解を示したことについてのご説明、最後3点目なんですが、野田総理が党内融和の人事を進められていたと思いますが、野田元代表の党員資格停止処分について見直すべきであるとお考えになるか、現在のままで、いいとお考えになるでしょうか。はい、その1問目の朝鮮学校の時、私は内閣におりませんでしたので、途中の経過というものを把握していませんので、なかなか踏み込んだ発言はできないとは思いますが、ただ、子どもの学びの問題でありますので、外交のそのさまざまな配慮というよりも、客観的に教育の観点という部分から公平な判断をしていくものだと考えています。で、2点目においては、確か総理も会見でお話になられておりましたが、一個人として法解釈論としての収支書をお出しになされたと、ただ現在は内閣総理大臣として、それ私も内閣の一員として、これまでの政府の見解というのは当然尊重していくべきものだと考えています。3点目においては、これは党で考えていただくことですし、ルールにのっとって、いずれにせよ進めていくものだと思っています。すみません、テレビ東京の海なんですが、成長戦略についてお伺いしたいんですけれども、うん、日本の成長のために大臣の所管である、分野で、具体的に何をやるべきか、あるいはどういったことができるとお考えでしょうか。またその場合はですね、大臣の所掌でもあると思うんですが、規制制度改革、これがやはり柱になってくるんでしょうか。はい、成長戦略、まさに野田内閣でもしっかりと進めていくことが求められておりますけれども、まずは限られた財源の中で、さまざまな事業を国が行っておりますけれども、そこに無駄が絶対に出ないように、あるいは国民の皆様方に納得いただけない使われ方がないように、限られた税金が効率的に使われるための努力を行政刷新でまさしく行っていくことが成長に資すると考えております。また規制制度改革も早々にやはり行政刷新会議でご了承いただきながら、第三次分科会を作っていきたいと思っておりますので、そこで強力にバックアップをしていければと思っています。朝日新聞の三輪です。増税の前にですね、できるだけ歳出削減をしなければならないというのが、行政刷新担当としてのお仕事だと思うんですけれども、これから具体的にどういう方法で、どれくらいの規模の財源を捻出したいとお考えですか。一貫してこれまでも仙石さんも枝野さんも担当されていたときにおっしゃっておりますけれども、
行政刷新あるいは事業仕分けというのは財源を捻出するためのものではなくて、目的を否定をしないでより効率的な事業の内容に変えるもので、その結果として財源が捻出されたということはありますけれども、目的と手段はそこは一緒ではないというのはご理解をいただいた上で、規模は想定はしておりません。ただやはり政府がまずは自分たちが汗をかいてこれだけの努力をしたんだ、国民の皆様方に納得していただく税金の使われ方を公開で見ていただく努力を全面的にしていく、その上で足りなくなったときには、じゃあどういう方法があるのか、総理も何度か会見でおっしゃっておりますが、やはり国民にしっかりとお話をして、お示しをして、ご理解いただくことが大事だと思っています。最後にさせていただきます。テレビ朝日の辻井ですけれども、はい、よろしくお願いします。公務員制度改革の関連でお伺いしますけれども、野田総理の代表選での政権構想の中には、国家公務員の中で高い賃、位にある方の専門搾取というものを作ることが盛り込まれています。で、現在の経済の状況下の中で、こうした搾取を作ることというのは、なかなかその国民の理解というものが得にくいかと思いますけれども、これに対する大臣のお考えをお願いします。はい、新たな専門スタッフ職を今完全にこういうふうにしようと決めているわけではありません。やはりその時代時代において望まれる公務員の環境というものがあると思って、今すでに法案を国会に4法案出しておりますので、一歩ずつ着実に進めて、そして公務員制度改革を確実に結実するものにしていく、その途中経過の中で新たな行動スタッフ職というのがどのように位置づけられるのか、これは丁寧に検討していきたいと思っています。では以上をもちまして蓮舫大臣の会見を終了します。ありがとうございました。